イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。揺るぎなき者の会に戦士は多くない。人道支援組織だからな。時間はかかるかもしれないが、できるだけ人数を集めよう。時間は私が作る。仲間を集める間、攻撃を遅らせるためにできることをやるわ。超越騎士団は私たちが援軍を送ると考えているだろう。何か考えるわ。いつものようにね。バカロ教、私は暴力を許さない。私の信念や築き上げてきた全てに大きく反するからだ。しかし悪を倒すためならば、時にそれが必要であることも承知している。できる限りの部隊を集め、前期の小島に向かわせよう。お願いします。お前何してんの？どうした？俺は腹が減ってるんだよ。レディアラベルとバカロ卿は別の部屋にいる。そっちと話してくれ。俺だって腹減ってんだよ。お前、俺の分も作ってくれよ。他のメンツはどうしたんだ？船長たちは？いないね。出かけているのかな？てかあれか、もうここにいる必要がないのか。今もう各指導者たちの元にいるんだな。ラマード伯爵、つまり超越の魔導士は私がナビール城の地下で死に、エリア女公爵はシルバースワン号に閉じ込められていて、勝利は確実だと思っているわ。でもあなたのおかげでそうはならなかった。まだこれからよ。超越騎士団を止められると思うか？そう信じているとだけ言っておくわ。私たちは超越の魔導士の兜をかぶっているのが誰なのか知っているし、騎士団が前期へ向かっていることも突き止めた。さらにダマード伯爵を止めるチャンスもある。これを受け取って。よく頑張ってくれたわね。その兜かな。これダマード伯爵が超越の魔導士だと特定し、前期の小島を襲う計画があることも突き止めた。そこであなたの助けが必要なの。同盟の指導者たちの命が危ないわ。超越騎士団の艦隊からどうやって指導者たちを守る？それなりの戦士がいれば前期の城は守れるけれど、超越騎士団の間を戦って進まなきゃならないわ。それだと同盟の指導者たちの元へたどり着くのが間に合わない。超越の魔導士に怪しまれない船がいるわね。そのような船をどこで手に入れる？ダマードが執事に書いた手紙を覚えているかしら。超越騎士団の船、ネレイズソングよ。なるほど。隠された入り江で執事を待っているわ。それを奪って騎士団の船団に紛れて前期に向かえばいい。頼りにしていいわね。もちろんだ。分かった。協力して船を奪い前期の孤島に向かおう。まずネレイズソングが隠されている洞窟を見つけましょう。ダマードの手紙にあった洞窟の場所はカリン船長なら知っているかもしれない。彼女や他の船長は港の近くにいるわ。全ての船長に船で協力してもらう必要がありそうよ。なるほどね、うん、ナビル港からシルバースワンや他の船に乗れないのか？ダマード伯爵は執事ヘルシアンにネレイズソングを前期の小島に運ばせようとしている。つまりネレイズソングは入江にいる超越騎士団たちから警戒されていないってことよ。なるほどね。
他の船で奴らの艦隊に出会ったらおそらく攻撃されるでしょうね。なるほどね。超越騎士団はどこで軍艦を手に入れたんだ。騎士団に豊富な資源があることは分かっていた。ダマード伯爵は裕福だし、彼の一族は造船所を所有しているが、まあ、デフォート家だからね。彼は密かに追加の建造命令を出すか、あるいは自分の造船所から船を挑発していたんでしょう。なるほど。この計画はかなり前から練られていたようね。うん、前期のことについて教えてくれないか。あの小さな島は現在大部分が放棄されているけれど、前期海軍がスロードと戦うために出航した歴史ある島よ。古い記念碑がある廃墟だけれど、まだ見事な城が残っているわ。私たちの和平交渉にはちょうどいい場所だと思ったのよ。なるほどね。よし行こう。カリン船長と話す。どこにいんだ。港ね。急に現れたね。ログインしたのかな。ちょうど。船長だったんだ。ドレッドセイルに沈められて、サメが。なんか言ってるな。まあいい。さあ、あと一試合だ。金を取り返す機会をくれ。そのひどい花輪でもかけるの。ブラガス、もうやめたら。トリビュートに向いてない。遊びはもう終わりよ。外に出て何かしましょう。古いことわざがある。チャンスはカジートが昼寝してる時に来るってな。意味がわからないわ。ザジの足が疲れるとそうなる。なるほど。ああ、美しい眺めだ。また海に出たいと思ってるが、心配する気持ちはカリン船長と同じだ。超越騎士団はまだどこかに潜んでいて、新たな計画を立てている。カリン船長と話すといい。さすがにな、お前。ザジ。超越騎士団はゴンファローネ湾から消え、同盟の指導者たちは安全だ。つまりこれで仕事は終わりだな。だが、カリン船長はそう思っていないみたいだぞ。彼女と話すといい。本当に危ないのは姿の見えないデューンリッパーだよ。ザジは最悪の事態を乗り越えたと思ってるみたいだけど、カリン船長は正しいかもしれない。超越騎士団はまだ終わってない。前足の毛が逆立つんだ。カリン船長と話してきて。うん、やっぱ分かってんの。キャスか。会えて嬉しいけど、何かおかしい。あなたとレディアラベルが留守の間、ゴンファローネ湾で超越騎士団がいた痕跡を探したんだけど、何も見つからなかった。ビラさえなかったのよ。間違いなく何か企んでるわ。超越騎士団は軍艦を送って前期のことを攻撃してくる。やっぱり。道理でゴンファローネ湾近くに超越騎士団の連中がいないわけだ。超越の魔導士がその攻撃のため全勢力を集結させてるってことね。私たちは何をすればいい。ネレイズソングという船を探している。西ん西岸のどっかにある隠された家にある。うん、島のこの辺りで船を隠すのに一番いいのはジュリの入り江だね。ナビール港の北にある。当ててみようか。ネレイズソングは超越騎士団の船で、あなたは奴らの艦隊をすり抜けて同盟の指導者たちを救出するために使うつもり。そうでしょ。いい推理だ。レディアラベルは盗んでから船を動かす者もさ必要としているぞ。つまり、ほら、あなたの地図に入り江の場所を記しつけておくわ。船員なら今あなたの目の前にいるでしょ。うん、あとは協力してもらえそうな人を探すわ。船長は一人より二人ならもっといい。だったか。三人にしてくれ。参加してとは頼めないね。お前は頼んでない。ザジがやるってだけだ。船員は見つかったね。ジュリの入り江に向かおう。
ハラベルと合流するから向こうで会いましょう。頼んだぞみんな。ゴンファローネの巨像のことなんて大して知らなかったんだけどね。ここに来てまだ間もないし。でもいざ亡くなってみると人生に一つ穴が開いたみたい。ちゃんとあれなんだろ、壊れた手で話してるね。絵を描いてらっしゃる人がいる。ちゃんと下書きしてやんの。メルンティル、もうやめて。揺れのせいで作品が台無し。抽象画ってことにできないかな。なんで弓背負ってんだろう。まあいい、行こう。ジュリの入り江で味方とは。下だったな。こっちだ。寝てなさいクマちゃん。あ、こっちじゃねえ。これだ。あれ、これクマちゃん先に行って。あ、帰った。いたいた。そうだな、ここな、うん、あら、こんにちは。カリーン船長から計画について聞くところよ。どう進めるか聞いてみたら。聞いてみよう。船は大丈夫そう。あとは超越騎士団を突破できるかだね。それは私に任せ。常に作戦を立てろか。性に合わない。すごい船員が集まったな。軍がいればよかったが、カリーンとツゾは戦いが得意だし、キャスカは恐ろしい。ザジはそうでもないが、俺とあんたもいるしな。お前寄りだな、ザジは。とにかくカリーンの計画はどうだ。話を聞いてみろ。待ってくれ、その前に全員と話したい。旅を通して数多くの技を身につけたけど、航海術は覚えてないの。幸いここには経験豊富な船長がたくさんいるわ。この件についてはカリーン船長に従いましょう。船長と話して計画を聞いて。来てくれてよかった。港を見張っていたぞ。ネレイズソングを奪うのは容易ではなさそうだ。カリン船長と話せ。何か考えがあるはずだ。ザジは超越の魔導士から船を何隻か奪っていいと思うんだ。ネレイズソングはいい手始めになるだろう。だがハグレキシがこうもたくさんいるのが残念だよ。カリン船長には計画があるそうだ。聞くのが楽しみだぞ。あ、ごめん。超越騎士団はあの船に航海の準備をさせてるらしい。カリーン船長に確認して、あの船を盗むいい方法があるかもしれない。そのついでにハグレ騎士を何人か倒せたらいいね。なんかあれだな、倒して進む感じじゃねえな。超越騎士団は船の荷積みをほぼ終えたみたい。ネレイズソングを奪うなら今しかないよ。何をしてほしいんだ、それで。係留策を切るのよ。港の左から始めて、立ち塞がる騎士は全て倒して。奴らがあなたの相手をしている間に、私たちは右に回ってネレイズソングを節減させる。船員は私たちが片付けるわ。なるほどね。係留策を切るんだな、分かった。全ての係留策を切ったら乗り込んで。
あとは私たちがやる。それから超越騎士団の連中に情けをかけないこと。スピアヘッド号が奴らの嵐にやられた時、私はたくさん船乗りを失ったんだから。もちろんだ、任せろ。みんな準備はいいね。始まったら素早く動くこと。斧か。今回は斧が大活躍だな。合図が来た。全員船へ。私はどうやって乗るんだこれ。左側だけって言ってたけどな。前か。よし、乗り込んだぞ。よし、準備はいいよ。命令して。レディー・アラベル、ネレージ・ソングは確保した。やったわね。前期の小島に進路を定めて。時間がないわ。出航だ。あ、でも私が動かすのか、また。ちょっと待ってくれ。風がまた味方についた。ネレージ・ソングを手に入れたぞ。じきに前期の小島の様子が見えてくる。そうだな。新しく。何を待ってるの。超越騎士団が船が来ないと騒ぎ出す前に出発しよう。もう隣にいるな。前期の小島に着くまで全容は明らかにならないけれど、カリン船長が超越騎士団の軍をかわせるよう導いてくれるはず。船長に準備が整ったと連絡して。わかった。ザジはもっとたくさんのパーフェクトパウンスの船員にこれを見せたかったよ。キャスカと共に死んだ船員が報われるようにしなきゃな。さあ、いつでも前期の小島に行けるぞ。ここまでは順調だ。あとは超越騎士団が罠に引っかかるかどうか、うまく紛れて様子を見よう。大切なのは度胸だ。度胸だけはある。お見事。前期の小島にはいつでも行けるよ。うまくいけば上越の魔導士は私たちの船を見て味方の援軍を乗せた船だと思い込むはず。じゃあ私が行くよ。出航。ここに集まりし人々は剣と心を、善意と友愛を神々に捧げる。タムリエルは一つであり、その民も分かたれることはない。ベンドゥオール男爵提督。始まっているのかな。始まっている。城まで一気に突破しないと。分かった。先に行って。次の仕事はあなたとレディー・アラベル次第よ。大丈夫、超越騎士団はここに引きつけておく。頼むぞカリン。超越騎士団の軍が城を包囲している。できるだけ食い止めるつもりだが、中の様子は分からない。最悪の事態もあり得る。ザジは遠くから応援しているぞ。近くで戦え。心の支えになるのは得意なんだ。さあやろうか。必要なら先へ。私はここでやることをやるよ。頼むぞキャスカ、頼りにしてるぞ。海戦のど真ん中に飛び込むまではいい考えに思えたんだがな。敵にはドルイドもいるみたいじゃないか。わかった、いいだろう。超越騎士団には俺たちを中に入れたことを後悔させてやろうじゃないか。行こう、イケてる友よ。俺も手を貸すぞ。頼むぞイケてない友よ。気は進まないけど、壁の外の争いは勇敢な船長たちに任せるしかないわ。私たちは前期の城の中の問題に対処しましょう。同盟の指導者たちを見つけるのが最優先よ。わかった、任せろ。中へ、ジャカーンも。船長たちが
港を守るわ。中へ。やっと中に入れたな。早く扉へ。超越騎士団が入ってくる。あら、みんないるの。私たちだけよ。警戒を解いて。レディー・アラベル、騎士団が城を攻撃してるの。ええ、見たわ。同盟の指導者たちはどこ？話しましょう。分かった、任せる。ちょっと待ってくれ。そんなにすごい死に方してるやつがいるからさ。ちょっとスクショ撮らせていただいて。メリナベリー。そして、あ、こっちがメリナベリーだ。これはギルドクエンジャーベレジャー。これベレジャーだ。あれ、この人は触れないね。アルバレンビューシャム。このカジートもベレジャーとまた話す。できるだけ助けを集めて守ったけど、うん、超越騎士団がすぐに攻撃してきて、準備する時間がなかった。何があったのか教えてくれ。大地が揺れて、何の前兆もなく強烈な嵐が襲ってきたの。ドルイドのサークルで私が感じた魔術と同じものよ。そして超越騎士団の奴らを乗せた戦艦が現れて、部隊を陸に下ろし始めた。嵐に紛れて接近してきたんだわ。なるほど。同盟の指導者たちはどこにいる？記念の前退避するよう促したけど、敵を前に戦いを放棄したくなかったみたい。上級王エメリックとイルンスカー王子は壁を守りに出て、アイレン女王はここで指揮を取ったわ。でも敵はもう城の中に入っていたの。アイレン女王は今どこにいる？少し前にまた大地が揺れて、凶暴な怪物たちが博物館の床を破壊して侵入してきたの。アイレン女王は下の階へ駆け下りて戦いに行ったわ。私にここに残って扉を守るようにと言い残してね。さすが勇敢だな。同盟の指導者たちを記念の間にある結界の中に連れて行きたい。船で連れ出すのもいいけど、二度成功するとは思えないわね。指導者たちを見つけたら記念の間に連れて行って。記念の間とはどういうことなんだ、教えてくれ。前期海軍の遺物であり、和平交渉の開催予定地よ。魔術師ギルドが記念の間の周辺に防護結界を張って代表団の安全を守っているの。しばらくの間は持ちこたえられるはずよ。このメダルを持って行って。これがないと記念の間には入れないわ。同盟の指導者たちを探している間どうするんだお前は。できる限り城を守るわ。バカロ卿が援軍を連れて到着するまで、なるべく長い間超越騎士団を抑えておく。魔導士が私たちを突破したら、あなたが同盟の指導者たちを守るのよ。私たちはなるべく時間を稼ぐわ。頼むぞ。指導者たちを守らないと。彼らはどこ？みんなバラバラになったわ。アイレン女王は私たちと一緒だったけど、下から騒がしい音が聞こえて助けに行った。さあ行って、アイレン女王を記念の前連れて行って。ジャカン、ここの収集を手伝って、援軍が来るまで城を守るわよ。まず女性から行くな、やっぱりお前。陛下、どちらに？いた。獣たちと騎士団のドルイドは城の全員を脅かしている。ここを通しはしないわ。もちろんだ、任せてください。強いな。傷つけたくはないんだけど、やらなくちゃね。ないで、この盾は耐えられない。吸収するの。超越騎士団はこの場所を突破するつもりね。ここは無防備よ。この光は何でしょうか。超越騎士団の船は入り江に入り、はぐれ騎士とドルイドたちは城へと入ってきた。数は多いけれど好きに来るがいいわ。簡単に勝利をつかませはしない。他の指導者と一緒に記念の間に避難してほしい。結界が守ってくれる。戦って死ぬのは名誉だけど、
生き残る努力はすべきでしょうね。臣民たちは私がいないと困るもの。でも他の者たちは戦いに行ったわ。イルンスカーは胸壁まで上がっていった。私が記念の前の道を切り開くから彼の後を追って。イルンスカー王子は私が探す。記念の前を。イルンスカーを見つけたら次はエメリックを探して。彼は嵐をどうにかすると言っていたわ。記念の間で合流はするけど、これだけは覚えておいて。私は他の者たちが命がけで守ってくれているのに、自分だけ防護結界に隠れるつもりはない。女王には女王の戦い方があるわ。それでいい。行きましょう。胸壁にイルンスカーがいるわ。お気遣いどうも。私は広間までの道を掃討する。わかった。ベクよ、見守って。いるんすか。超越騎士団のネズミどもが登ってくる。片付けを手伝ってくれ。次の船が港に着いたら数でやられる。何か手を打たないと。なるほど、そういうことか。お前がどうやってここに来たのかはわからないが、あえて嬉しいぞ。桟橋に迫るあの船は超越騎士団の増援だ。なんとかしなくては。他の指導者たちと一緒に記念のままで撤退してほしい。我々が勝利と死を分ける境目に立っているというのにか。今胸壁を破壊したら罠にかかった狼のように捕らえられてしまうぞ。私は接近してくる船を攻撃するためのバリスタを用意する。その間お前は壁を登ってくる雑魚どもの相手をしてくれ。分かった。胸壁を襲う超越騎士団の騎士は私が片付ける。よし、これでバリスタを使ってあの船を破壊できるぞ。港まで降りていき、私が援軍を粉砕するまでネズミどもを近寄らせないようにしてくれ。広間へ退却するのはその後だ。エメリックはどうした？彼を見たか？エルダータイドドルイドの相手をするため中庭に行ったよ。連中が超越騎士団の味方につくなんて信じられるか？奴らがこの嵐に力を与えているんだ。なるほど。上級王を助けに行った方がいい。私を手伝った後でな。バリスタの狙いを定めるまでほんのわずかな時間を稼いでくれればいい。南の橋の扉は港に繋がっている。敵を防いでくれ。その間にこの工場兵器を設置する。どうしたらいいの？あ、ここにいたのか。すまんな。待たせて。よし、次反対側だろうせ。いや違うな。次は西側を相当する。なるほど、そういうことか。この先もあるのか。任せたぞ。どんどん来い。よし、これだ。こいつをやってくれ。あ、全然違うやつだ。私が狙ってるやつ違うぞ。
どこにいるんだそれで。エメリックはこの中か。やってるやってる。邪悪なドルイドどもが嵐を大きくしている。友よ、儀式を邪魔してくれ。もちろんだ。今回は勝てたが、これ以上後手は不明。しっかりした作戦がいる。よく戦ったな。君がここにいるということは、レディ・アラベルも近くにいるんだろう。いますよ。彼女にはどんな計画がある？これまでの経験からして、レディ・アラベルはいつもうまくいく計画を用意しているはずだ。レディ・アラベルに頼まれた。記念の間に交流してほしいそうだ。ああ、なるほど。守護された広間だな。そうだ。レディ・アラベルの手配は慎重すぎると思っていたが、彼女の正しさが示されたな。隠れるのは不本意だが、敵にあっさり勝たせてやるわけにもいかん。招待メダルは持っているか？ある。レディ・アラベルのものを渡された。ならば彼女が用意した防衛設備を利用すべきだな。彼女は反撃を計画しているだろう。ランセルがウェイレストを行為した時にやったようにな。何せ彼女は、いや、やめておこうか。その話はまたの機会にしよう。記念の前通じる扉は南の壁にあるぞ。あれか。敵が近づいてる。あら、みんないる。急げ、広間に入れ。メダルを使え、結界を。残りの敵はやりやすい場所で相手をしたい。記念の間で戦おう。なるほど。最終決戦だ。いずれ騎士団の部隊に数で圧倒されるわ。記念の間に入りましょう。了解です、陛下。よし。これもう一回封印しなくていいの？まあ、いいのか。イライラさせられるが賢明ではある。超越騎士団はここを破れ。安全だとでも思っているのか。めでたいな。どこに？この城をお前たちの上に倒してやる。結界が破られた。武器を構えて。やってくれたな。そっから来てるな。わかった。でも広間に隠れる気か。ではそこをお前たちの墓にしてやろう。ここにはいられない。奴は城を倒すつもりよ。どうすればいいんだ？超越の窓を閉め。もううんざりだ。中庭だ。友よ、一緒に来い。よし、強壁を維持した。なるほど。そういうことか。失敗した同盟の自称指導者たちか。覚悟は良いか。超越騎士団の前に倒れるがいい。ない。苦痛が長引くだけだぞ。なんだその技。どれ？持ちこたえろ。あの獣に効くものがある。どれだ？よし、充填した。よし、頼む。教えてくれ。それだ。役立てよ。なるほど。あぶねえって食らってる。もういい。邪魔だ。終わらせてやる。火山の力を呼び寄せてやるぞ。奴は何かを召喚してる。私の魔法で守るわ。どうすればいいの？よし、エネルギーブラストを使う。今度は力を跳ね返して。分かった。これでも食らえ。あっ、逃れ。
しょ。ちなみに私もビビってる。よし、今度はよける。ええか。やらせん。ええか、危ない。あれ？ダメだ。失敗はできない。失敗しろ。嵐が強くなってる。奴を止めないとまずいわ。どうしたらいいんだ。また獣が来たな。任せろ。あの力、大きすぎる。でもエメリックと協力すれば倒せるわ。どうしたらいいんだ。あいつらを倒して。配布してくれ。これか。よし、やってくれ。もう陛下の HP が衝撃に備えて。よし、アイレン、しっかりやれよ。よし、今度は力を跳ね返して。クラウ、私が倒れようと超越の王は必ず勝利する魔導士は倒れ、弟子だどもは逃げた。臆病者め。魔導士は倒したが王はまだだ。どこかにいる。どこにいるんだ。魔導士は倒した。超越の王にも倒れてもらいましょう。ここにいる友が勝利を可能にしてくれた。まったくだ。そして我々は共に戦えた。驚いたよ。さて、レディアラベルを探そう。よくやったぞ。魔導士は倒れた。外へ出てレディアラベルと会おう。私を心配しているはずだ。共に敵と戦いましょう。もちろん。共に戦えて誇りに思う。超越騎士団は私たちを相手にした時点で間違っていたんだ。こっちか。ちょっとお茶を飲ませてくれ。喉が限界だ。着いたようだね。どうやら。あ、ここってそういうことだったのか。何なんだろう、ここって思ってたら。同盟の指導者たちを連れてきたわね。あなた、超越騎士団の退却にも関わっているんじゃない。そんなわけないでしょう。冗談でも言っちゃダメだ、それは。上級王エメリックは疲れてないみたい。それどころか嬉しそうに見えるのはあなたのせい？今回の長い戦いであなたには本当に感心したよ。他の船長たちと争うんじゃなく一緒に戦えたのも良かった。本当に良かったよ。とてつもない劣勢を覆し、今日はみんなよく戦った。和平の敵は闇の中へと退いた。みんなの働きとお前のおかげだ。自分まともなこと言うのはいつも都度しちゃう。意外とうまくいったな。終わってよかったよ。終わりだよな。まだ終わっていない。俺はこれ以上戦える自信がないぞ。少なくとも今日はな。同盟の指導者たちは無事だし、超越騎士団の残りの部隊は撤退した。あなたのおかげね。タムリエルの統治者たちは死なずに済み、和平の希望も残されたわ。アルドメリドミニオンを代表して感謝するわ。レディアラベルにもね。超越の魔導士は倒され、当面の危険は消えたと伝えて。これからどうするんですか、アイレン長。バカロ教からの連絡を待つことになりそうね。はるばるここまでやってきて多くのことを耐え忍んだのだから、立ち去るのはもったいないわ。
宮廷に連絡を返さなくてはね。私が無事でいると伝えて安心させたい。その後はどうなるでしょうね。まだ和平交渉に参加するつもりがあるということですか。今のところはね、エメリックとジョルンの子が残るつもりならだけど、私たちは意見の対立を脇に置いて超越の魔導士と戦うことができたわ。もしかすると和平にも望みがあるかもしれない。成立するといいんですけど。お前の勇敢さはスカルド王の間でもエボンハートパクトの前都市でも称えられるだろう。感謝するよ。お前とレディアラベルの働きがなければうまくはいかなかっただろう。これからどうする？イルンスカ王子、これからどうして私にわかると思う？こういう事態について父からは何の指示も受けていないんだ。とにかく生き延びられただけでよかったよ。胸壁で倒れずに済んだし、溶岩銃の腹の中で焼かれることもなかった。和平交渉は続くと思いますか？おい、死から逃れたばかりなのにもう政治の話か。王族としてなれるべきなんだろうが、これはたくさん蜂蜜種がいるな。スカルド王がどうしてあんなに飲むのかようやく分かった気がするよ。そうだな。他の指導者たちが同意するなら私も残って交渉に参加するよ。陛下、レディ・アラベルが君に助けを求めてくれてよかった。君の腕と勇敢な働きがなければ超越の魔導士を倒すことはできなかっただろう。タムリエル全土で最も愛される統治者であるこの私が感謝するぞ。これからどうするんですか、陛下？はっきりした考えはない。バカロ教の計画はズタズタだ。我々はアメノスで遭難し、安全なはずの彼の施設で襲撃を受けた。危険に見合うほどの価値がこの和平交渉にあるのか疑わしくなるな。和平交渉はまだ進められると思いますか？戦争を終結させるのはとても困難な作業だ。他の者たちが残るというなら私だけが抜けることはできん。むしろ今回のちょっとした冒険を経て、我々は必要さえあれば手を携えることができると証明された。本当に忘れがたい戦いだったよ。そうですね。あんたの仕業だね。おいしそうな超越騎士団の騎士たちが急に尻尾を巻いて逃げるなんて。でもザジュが少し疲れてきてたし、これでよかったのかもね。あいつは自分で思ってるほど強くないんだ。知ってるよみんな。アイレン女王はもう安心だ。感謝するよ。二度もいなくなられたら恥だからな。もう戦いは終わりだろう。少し休んでいいよな。もうクタクタだ。正直に言うと、はぐれ騎士たちがさらに騎士に押し寄せてきた時はもうダメかと思ったわ。そうしたら工場兵器が船に放たれて、突然暗い嵐が収まった。記念の間で一体何が起きたの？指導者たちと一緒に超越の魔導士を倒した。工場兵器を使い嵐を止めたよ。一目見た時あなたは特別だって分かったわ。超越の魔導士は王座の転覆を望んでいたのに、この脅威でかえって同盟の指導者たちの結束を強めてしまったようね。さあこれを受け取って、心からの感謝の印よ。うん、その前に王座と玉座どちらにするかみたいなのが乗っちゃってるな。ここにこういうのちゃんとして。まあいいか。今回の和平交渉は計画通りにいかないことばかりだけれど、超越騎士団のおかげで得たものがある。同盟の指導者たちが協力する理由よ。あなたにもう一つお願いしてもいい？何をしてほしいんだ？前期での勝利をバカロ教に知らせたいの。そうすれば迎撃軍の招集を止められる。今は必要なさそうだからね。あなたのおかげで同盟の指導者を排除するダマード伯爵の計画は失敗に終わった。これで指導者たちは無事いつもの口論に戻れるわね。超越の王については引き続き脅威ではないのか？ダマード伯爵が倒されて超越騎士団はほとんどの力を失ったと思う。力を取り戻すには時間が必要でしょう。その間に和平交渉をやり直せるかもしれないわ。バカロ教に知らせを届けて、その後マンドレイク邸で会いましょう。バカロ教と話そう。バカロ教は揺るぎなき邸宅にいるはずよ。
すでに終わった戦いのために雇った騎士たちと参戦しないように連絡を急いで。今回の件に関していい知らせを届けられるのは珍しいから、うん、代表団はどうしていい？会議場が修復されている間は私がゴンファローネ湾で彼らを護衛するわ。船長たちとキャスカが王族とベイレシアを守るから、新しい戦士ギルドの代表団が来る時間はあるはずよ。こんなにすんなり行くとは思わなかったわね、うん、前期の孤島で超越騎士団を倒せると思っていなかったのか。難しい質問ね。やってみるしかなかったのよ。正直じくじたるものはあるわ。バカロ卿は私が会議を守ると信じていたのに、彼の期待に背いた。超越騎士団はいつも私の先を進んでいたのよ。こんな失敗はこれまでにしたことがない。なぜ失敗したと思う？超越騎士団がこうも強大になっているとは気づかなかった。それにダマード伯爵の裏切りにも気づくべきだったわ。手がかりはあったのにね。彼の持つ富と彼の抱えた不満、そして彼の持つアルケインの技、うん、あなたのおかげでなんとか持ち直せたわ。私も失敗から学ぼうと思う。超越騎士団の船はどうなった？イルンスカー王子と同じように私はツゾ船長に工場兵器を挑発させたの。それで奴らの船を何隻か沈めてやったわ。振動が収まり嵐の雲が散ったら残った船は逃げていったわ。あなたが魔導士を倒した後のことだったよね、うん、でバカロ卿の援軍は前期のことについたのか？いいえ、でも意外ではないわ。彼も揺るぎなき者の会も常設の軍隊は持っていないから。彼はおそらく今も自分の館でハイアエル中に信書を送って協力する意思がある騎士を探していると思う。もうやめていいと彼に伝えて。脅威は去ったわ今のところね、うん、ここは終わったんだよな。酒とつまみが欲しいよ。アメノスで囚人に捕らえられたのが答えたようね。いい指摘だアイレン。だが忘れるなよ、彼はまだ王子なんだ。上級王の考えが気になるなら手を挙げろ。ありがとうザジ。ザジは気になる。もう家に帰れるか？ザジやめて、私たちは女王と共にいるの。さて盗んだ船はどこに残したんだっけ？どうして戦闘へ入る前に誰も船を係留しなかったの？何もないな、そういえば。あのちっちゃい船で戻れるんじゃないの？でも彼はどこだ？開いた。ああ、レディアラベルの協力者だね。一体何の知らせだ？周辺地域に使者を送っているのだが、今のところ騎士はわずかしか集められていない。彼らに出発命令を出そうとしていた時、君が近づいてくるのが見えた。どうした？レディアラベルから知らせか？ああ、代表団は無事だ。超越の魔導士は死んだ。前期の城は守りきった。それは良かった。君とレディ・アラベルは素晴らしい仕事をしたな。騎士たちに出す命令は戦への参加ではなく城の防備に変えておこう。あ、だが聞かせてくれ、代表団は今どこに？レディ・アラベルがゴンファローネ湾で安全を確保している。そうか、激しく犠牲の多い戦いだったのだろうな。前期の城は半壊しているに違いない。レディ・アラベルと協議の上、代表団に迷惑を詫びよう。だがもう一度祝宴を開かなくては。どんな祝宴だ？おい、わかるだろう。君が成した偉業については私もよく知っている。なればこそ前期の城で君がその武勇で闇を払ったこともわかろうというもの。我々はゴンファローネ宮殿に集い、君の勇気と代表団の無事を祝うつもりだ。レディ・アラベルにそう伝えてくれ。わかった、計画をレディ・アラベルに伝えよう。同じ日に三王国を救うなんてそうそうあることではない。君の働きには驚かされるよ。しかし不思議だな、超越の魔導士は王族を襲うことで予期せず私たちを助ける形になったのだろうか。うん、まあいい、いずれわかるか。
さあ行ってアラベルに伝えてくれ。彼女が手はずを整えるだろう。上級エメリック、アイレン女王、イルンスカー王子が協力して超越の魔導士と戦った。おお、そうなのか。詳しい話を聞くのが待ち遠しいな。しかし記念の間を守っていた結界を利用しなかったとは驚いた。我々は和平交渉の間、代表団の安全を守るためにあの場所を用意したのだが、超越の魔導士の魔法が結界を破った。城全体を倒壊させそうだった。なあ、奴の力はナビール城で私も目にした。ベイレシアは奴がどういう方法を使ったか、島中にある火山の裂け目から力を引き出していると説明してくれた。無謀な魔術の使い方だ。後のことなど気にも留めていない。奴はどこであのような魔術を学んだのだろうな。超越の魔導士はダマード・デュフォート伯爵だった。ダマード・デュフォート。そうだ。驚いたな。魔導士はモーナード家の誰かだろうと思っていたのだが、それで君がナビール城の地下であった超越の王という謎の人物はどうなった？そのものについては何か分かったか？彼は魔導士に前期の孤島への攻撃を命じたが、城では見なかったな。そういった臆病者は他の者に戦わせるものだ。おそらく素性が割れるのを恐れながらどこかに隠れ、部隊を再建する方法を探しているのだろうな。とりあえず潜伏を続ける腹積もりだろう。警戒を怠らないでくれ。何か分かったら私に知らせるように。そうしよう。マンドレク邸に行けばいいのか。次